で、どうするんだ？そんなに高いんですね。よし。まあ、もうしばらくは待っててくれるらしいから、よく考えてみなよ。はい、ありがとうございます、アルゴさん。何の相談だ、シリカにアルゴ。どうしてって、総督府なんていつも来てるじゃないか。そうでした。ずいぶん声を潜めていたけど、何か困りごとでもあるのか。よかったら力になるけど。困りごとね。ま、確かにシリカは困ってるよ。アルゴさん、なんだ、あんまり知られたくないことなのか。だったら無理にとは言わないけど。恥ずかしい。キーボー、シリカの秘密、適正価格で売ってやってもいいよ。うわあ、アルゴさん。俺っちは情報屋だからな。価値のある情報は然るべき価格なら取引するんだよ。まあ気にならないと言えば嘘になるけど。言います。他の人にバラされるくらいなら自分の口で言いますから。私、アバターを探していたんです。こんなチンチクリンのアバターじゃなくて、もっと大人っぽいやつ。なんだ、そんなことで悩んでたのか。ああ、残念。先に言われちゃ商売にならないな。みんなには秘密にしたかったのに。でもシリカはそのままで可愛いんじゃないか。似合ってると思うけど。そうでしょうか。うん、キーボーは女心ってやつが分かってないんだよな。なんだよその言い方。シリカも大変だな。はい、でももう慣れました。なんか仲間外れにされてる感じが。アバターの件はもう少し待ってくれるって言ってるから、ゆっくり考えなよ。ま、アバターごと変えなくても髪型やファッションを変えれば少しはイメージが変わるかもしれないしな。そういえばシリカってずっとその髪型だよな。 SAO でも ALO でも。髪型、そうですね。少しいじってみます。お、頑張れよシリカ。アルゴのセンスならきっと可愛く。キーボ、なんだよアルゴ、ちょっと怖いぞ。俺っちこの後別のお客んとこ行かないといけないから、キーボーがシリカについてってあげな。でも俺は女の子の髪型とか。いいから行ってこい。わかった。キリトさん、ありがとうございます。ここはどうだ、女性用の髪型とか洋服とか揃ってるみたいだけど。はい、大人っぽいアイテムが多いみたいですし、ここにします。シリカ真剣だな。正直どれもそんなに変わるようには。これにします。髪の色も落ち着いているし、形も大人っぽいです。あ、ようやく決まったのか。はい、次はお洋服とアクセサリーを。すみません、時間かかり。いや、そんなことないぞ。じっくり選んでくれシリカ。俺だって武器や防具を選ぶときはじっくり検討するもんな。シリカも自分の納得のいく装備を見定めてくれ。装備ではないんですけど。でも分かりました。ちゃんと自分に似合うファッションを選び、決まりました。ま、決まったか。どんなのにしたんだ。試着できるみたいなんですけど、キリトさん見てもらってもいいですか。
それは構わないけど、本当に俺でいいのか？なんだったら今からでもアスナかリズに。いいです、むしろキリトさんがいいんです。そこまで言うなら分かった、心して見させてもらうよ。では着替えてきます。お待たせしました。どうでしょうか。うん、確かにいつものシリカとは違うな。なんて言えばいいんだ。大人っぽくはない。大人っぽいか、そう言われてみるとそう見える気も。そうだな、もしかしてこの髪型だと嫌なの？ピナは前のシリカの方がいいって思ってるみたいだな。そうなんでしょうか。まあ俺も前のシリカの方がやっぱりシリカっぽいとは思うよ。キリトさんもですか？ああもちろん今の格好もいいんだけどさ、やっぱり違和感というか、なんというか、ピナもそれで困ったんじゃないかな。髪型を急に変えたからシリカの頭に落ち着こうにもどうしたらいいかわからなくなったみたいな。そうですよね、私は私らしくした方がいい。そうだよ、いつものシリカが結局一番可愛いんだから。可愛い？ほらピナもそう言ってるみたいだぞ。わかりました、やっぱりイメチェンはやめにします。すみません、キリトさんにはずっと付き合ってもらったのに。気にするなって、俺も結構楽しかったよ。それならいいんですけど、私ばっかりになっちゃって。それならせっかく買い物に来てるんだし、武器とかそっちの方も見ていこうか。いやあ、お二人さん、あれ髪型も洋服も変わってないな。はい、いろいろ試してみたんですけど、結局ピナも戸惑っちゃったみたいで。ふーん、あ、もしかしてキーボーにいつものシリカがいいとか言われたんじゃないのか。え、アルゴさん、どこかで見てたんですか？それくらい見てなくたってわかるさ、キーボーのことだから。その通りなんですけど。なんだまた二人でこそこそと。別に何でもないよ、キーボーはやっぱり女心が分かってないなって話さ。またそれかよ。私は何も。それじゃあのアバターの件はなしってことでいいのかな？はい、すみませんアルゴさん。いいってことよ、これも仕事だからな。アルゴのやつ、言いたいことだけ言って行っちゃったよ。いいじゃないですか。さあキリトさん、お買い物続けましょう。あ、それじゃあシリカの銃を見に行こうか。